そこの大学院で、まあ、トイック使って出してくれて、もう10月の2回目から使えます。からもう出願に使える。ずっと受けてました。あ、ずっと受けてたんだ。じゃあ今年の1月がすげえな、この動画1年間のトイック結果まとめ、はい、行きましょう。どうぞ。はい、始まりました。おじいちゃんね。さあ今回ですね、はい、坂井さんにおいでいただきました。だいぶ清掃してますけど久しぶりに来ていただけるんです。清掃しろと。いや、そう、ちょっと指示があったので。指示があったの、はい、もういや、もうね、今受験期で、はい、もう地獄だった頃ですね、2年前はそうですね辛かったね、こんなパックとかありますよ。思い出したくもないだろうけど、見たくないですか見たくない何の縁かわからないけど、和子はね、スポカ目指してやってますから。はい、あのじゃんけんのやつとかやってたよ書いてたよ、小論。真似してます。はい彼女は野球好きなんで、はい、ああね、バスケ大好きで、はい、レイカーズの試合見てきましたけど、あ、はい、これでね、2人のスーパースターを見れたんで、いいなぁ、嬉しいですそんな坂井さんですが、え、まあ、今、ね、筑波目指して頑張ってると。そうですね、筑波の大学院です。はい、まあ、ちょこちょこ質問は来たりするんですけど、まあ、みんな動画飛び飛びで見てるんで、はい、何度も同じこと言わなきゃいけないんですが、はい、でそこの大学院で、まあ、トイック使って出すということで、はい、トイックがどんだけいるんですか。880高いで、満点換算。ああ、なるほど、はい、英語が満点換算。じゃあそうすると大学院入試で英語を受けなくてよくなる。そうです。で、その他に筆記。そうですね、面接もあるのかな。そう、行動もあります。今年もね、はいはい。で、筆記は何があるんですか。専門科目を3つから選べて、うん、まず、自分だったらバスケットボールのコーチング論。はいはいはい、バスケット、ね、と、あと、ちょっと迷ってるんですけど、うん、スポーツ経営学か、スポーツの歴史。はいはいはい、へえ。っていうの、まあ、どっちにしようかな。なるほど、なるほど。あと、スポーツ健康政策。スポーツ健康政策、なるほど。そういうのがあって、で、あと、ちょっと科学系の生理学とか、はいはいはい、そういうのも必要になってきます。なるほど、まあ、裏方ですもんね。そうですけどね。どれぐらい受けてるんですか。もう今年の年末のやつも使えるって言ってたもんね、確かね。もう10月の2回目のから使えます。からもう出願に使えますんで、はい、でも今2年になる、3年になるので、次3年になります。次3年だよね、はい、まあ、でももう2年生の時に取ったのが使えると、はい、いうことなんですね。わかりました。ではどんな感じなのか見ていきましょう。てか前回がもういつで何点だったかも覚えてないんだけど勉強もなんか韓国語の単位落としたとかね。あ、そうです、言ってましたね。そんな、はい、その後何したらいいんだ。今インドネシア語、インドネシア語で、はい、サラマティーハンやってるということで、はいはい、見てみますか。はい、それ、これ何月に受けたやつですか。これ11月です。あ、11月。え、その前は受けたの。ずっと受けてました。あ、ずっと受けてたんだ。いや、はい、それないの。ちょっともうどっか行っちゃったんで。どっか行っちゃ、見れるじゃん、ネット。ああ、携帯では全然見られます。携帯で、その受け、いつからだろう。去年の11月、12月の結果公開。もうこれもずっと受けてます。おお、ずっと受けてるんだ。じゃあちょっと今年どんな感じだったのか、じゃあそれぞれ見ていきますか。今年の結果たちを、じゃあ。ずっと前から。はい。今年のじゃあ1月ぐらいから見。はい。じゃあ今年の1月が、1月29日が、リスニング400、リーディング340で740点と、はい、はい、740点が1月でした。まあ全然足りないですね。はい、ちょっと、すごいね、ずっと受けてんだ。ただ12月ちょっと申し込み忘れちゃって。あららら、まあ俺もやってたけど。はい、で、2月ですね。はい、2月が390点リスニング、リーディング325で715点。あれ、これ下がった。全然下がってます。すごい下がってます。下がってるやん。2月26ちょっと、はい、でそれから勉強を開始したんでしたっけ。また4月次から始めました。4月次まだじゃん、はい、まあ、で3月の1回目が5日がリスニング405、リーディング310、715同じ、はい、すげえな、この動画1年間のトイック結果になる。まとめ1年間のトイック結果。3月19日がリスニング400、リーディング325で725、はい、まあ、ちょっと上がりましたけど。そうですね、まあ、リスニング400取れるんでね。とじゃあ4月で、はい、で4月がリスニング370、あ、下がった。リーディング355で、トータルはでも725なのか、はい、なるほど。なかなかうろうろしてますね、その辺を。で5月です。はい、で5月がリスニング430、おお高い。で、リーディング340で770、おお、これは上がりましたね。勉強開始したらやっぱりやっぱりちょっとだけ戻っていきました具体的に何やったのは、この時期は多分なんか800点を超えるやつ、あ、なるほどね、をやってて、あとリスニングをずっとやってましたね。なるほど。え、サンタとかやってたってこと。あ、ずっとはサンタもずっとやってます。毎日やってます。6月、6月がどっかつどっかがリスニング410でリーディング365で
はい、トータル775ということで、おー、775、もうちょっとで800もうちょっとで、もうちょっとで800って感じですね。で、7月がリスニング440でリーディング390、おー、830まで行きました。800超えですね。はい、はい、ついに800超えまで行ったと7月で、やっぱ伸びは感じてた。いやー、でも全然800、まあ、勉強してなかったともあるんですけど、なかなか行かなかったので、いや、ここでなんとか上がってきたかなって感じですかね。で、8月がリスニング455で、リーディング305 だいぶ下がってない、760点。どうしてこれは、もう覚えてない、覚えてない。いやもうリスニングはね、もう455もいってんで、だいぶ高いんで、はい、そうか、リスニングはいけるけど、リーディングがって感じですね。そうですね、はい、続いて9月、はい、9月が、9月10日リスニング430、はい、リーディング330で、また760だ。いかんなぁ、ちょっと一回超えたらなかなかいかんなぁ。やっぱ難易度が高い、まあ、高くなってきてはいるんだけど、はい、なんかリーディングは全然、アビメ見てもどこも毎回バラバラみたいな感じ。ああ、なるほどね。10月の1回目、はい、10月の1回目がリスニング420、リーディング380で800、はい、ああ、800点。おー、なるほど、うん、10月の1回目が800で、10月の2回目、ね、はい、10月の2回目がリスニング455、リーディング370、825、はい、おー、はい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 、まあこれは良かったですね。ただまあ最高得点よりは下と、そうです、はい、でもまあ800超えは出てきてると。そして11月が、はい、こっちでしょうね、はい、開けましょう、お願いします、はい、これで、はい、行きましょう、どうぞ。はい、あー、惜しい850、まあでも過去最高、そうですね、はい、おー、850点、はい、リスニング455、リーディング395、はー、なるほど、はい、455は取れるんだね、450結構取るんだね、あー、なんか頑張ってますおー、と思って、あとはここだね、395、はい、だから400を超えたいよね、リーディングも。そうですね、うん、まあ880だもんね、はい、リスニングもうちょっと欲しいか、そうす、460、420とかかな、それが理想かな。そうですかね、ちょっとじゃあアビメ見て分析しましょう。じゃあ、はい、リスニングの方が、お、100です、おー、189、182、93ということで、お、もう短い方は全部正解できるってこと？すごい。よかった。ってことはパート1、2は全て正解してるってことですね。あらららら。すげえ。これはなかなかすごいんじゃないですか。それでもって89、82だから両方高いんだけど、3、4。どっちが取れてないと思う？ 3 と4。4の方が取れてないかもしれない、ね。4の方。うん。で、93なんですよ、最後のやつが。はい。最後のやつの方が高いっていうね。いや、2よ、4よりも高い。ってことは、まあまあパート2を全問正解してるからそうなんだけど、はい、はい、だからここはもう糸問題落としてるっていうのは一発で分かるんで、この93っていうところが糸問題は確実に落としたっていうのが見えるんですけども、はい、詳細の一体どれを落としてるかだよね。この93のやつは糸問題だから2に一致するはずなんで、それ以外のところ82のところですね、ここをどう上げるかかな、詳細をどう上げるか、はい、っていう感じだと思いますね。ただまあ相当やっぱ上げ幅的にはもうかなり厳しい点だな。そうですね、そこまで来ちゃってるんで、それよりはリーディングだけど、わあ、リーディングはなんか、わあ、幅広くというか、うん、推測88、具体的81、複数79、語彙77、文法76っていう感じですね。まあこれはもう圧倒的に文法ですね。そうですね、はい、文法が足らないです。はい、この点数を取る人とか880を取る人だったら文法はもうほぼ満点じゃないといけないし、語彙も足らないですね。だ、文法語彙が明らかに上げやすい、この中だったら。え、語彙は何やってんの？ずっと金のセンテンスをずっとずっと回してます、うん、なるほど。で、文法は？文法はデルセンをずっと回してます。じゃあちょっとそこ語彙力アップで覚えられてんの、単語でもちょっと危ういかもしれません、うん、そうですね、ちょっと最近のちょっと難しいのもたくさん出てくるようにはなっているんですけど、はい、じゃあ文法だね、圧倒的に、はい、確実に取れるようにしないと。いや、デルセンなんてもう全問説明できるぐらいに
ってください。そうなんですよ。この文法がね、弱くて文法の説明とかできないから、はい、塾講師できないっていうね、そう、アルバイトできないっていう、そういう状況なんですよ、実は。感覚でやっちゃうところがあるんで、まあ共通テストはね、それは不幸中の幸いというか、なんていうか、読みだけだったから、はい、そんなにいらなかったんですけど、でも受かった中央はね、文法あるところで、そうですね。受かってるんでね、はい、もう不思議な。まあまあ明らかにそれはもう見えてますんで、はい、文法をやるっていうのと単語をやるで、ただ伸びしろがリーディングの方が圧倒的にある、はい、という感じだと思います。はい、あ、じゃあサンタのね会社の人も喜ぶと思いますねこれ伸びたということで、はい、ぜひ頑張ってもらえると思います。じゃあ来年こそはですね、来年こそてかまあ12月で取りたいんだもんね。12月どうなってたか分かんないからまだ、あ、12月受けてないんですけど、あ、受けてないんだ、そうだった、申し込み忘れてたんですけど、でもまだ4年の時まで申し込めるってこと？そうですね、4年の10月のトイックまで大丈夫なので、ね、じゃあまあそれまではありますので、はい、ぜひそういう時まではやっていきますので、はい、ぜひ応援してあげてください、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。リモーチン頑張って